皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、セレッソ大阪が清水エスパルスと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半が始まります。キックオフです。今日のアウェーチームはピッチ上なら場所を問わずプレスをかけることで知られていますね。有効な戦術ですからね。試合の流れを持っていかれることは非常に危険だと理解していながらもプレッシャーに負けてしまうことはありますし、そのミスがさらなるミスにつながります。今日はどのような展開になるかが楽しみですね。チャンスを伺っています。原川力、相手にボールを渡してしまいました。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ドリブルで進みます。清武、うまく読んだインターセプト。藤田直之、大久保嘉人、アタッキングサードに入ってきた。セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。決まった、決まった、ゴール決まった。先制点決まりました。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。これは見事なインターセプト。原川力、
清武。固いディフェンスに攻めあぐねています。サイドへ展開します。大久保嘉人、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。原川力、藤田直之、松田陸。サイドから攻撃でしょうか。リズムよくパスを回します。ここからどうつなげてくるのか。清武、いいところへ出した。オフサイドラインを越えてしまっていました。福西さん、現在のような展開が続けばチームは相手にリードを許したままハーフタイムを迎えそうですね。はい、まあエスパルスの選手たちもこのままでいいとは思っていないでしょう。この後か後半のどこかで仕掛けてくるんじゃないでしょうか。ここを起点にできるか。丸橋祐介、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半戦が始まります。相手に奪われます。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。中を確認したい。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。すぐにパスを返しました。守備側のディフェンスは積極性が欠けているように見えます。パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。ロブで裏を狙います。ディフェンダーのインターセプト。大久保嘉人、清武へボールを奪われました。これはサイドを上がれそうです。ゴールを狙う。このシュートはディフェンスに止められます。追いつくためにもこのコーナーキックを生かしたい。両チームとも動いてきました。
さあボールを蹴った、いいボールを入れてきましたがここはクリア。藤田直之、相手にボールを渡してしまいました。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。ディフェンスが奪い返します。藤田直之、さあカウンターで一気に行きたい。今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。ボール、清武、パスを2人で交換します。清武、藤田直之、荒川力、藤田直之、クロスのチャンス、清武宏、このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ホイッスルです。このリーグ戦はセレッソ大阪が勝利を収めました。チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。こういう試合で